セピアとは、スズキが製造を販売していたスクータータイプの原動機付き自転車である。セピアはアドレスの買いモデルとして1989年に発売された。アドレスに続き、ヘルメット収納スペースを持つスクーターとして人気モデルになった。2000年頃に販売終了。レッツが実質的な光景にあたる。社名のセピアは、 セピア色の持つ、中性的なイメージと言葉の響き、音感の良さから命名された。1989年4月発売。当時は、メットイン機能が一部のスクーターに採用され始めた時期であり、セピアはアドレスよりもコンパクトで安価な、メットインスクーターとして人気となった。CM キャラクターは、井森美幸。発売当時の価格は12万9千円。 セピアダブルゼータはセピアのスポーツモデルとして1990年3月に発売された。装備の充実したハイスペックなモデルとしてヒット車種となった。発売当時の価格は14万6千円。1992年のマイナーチェンジでは外装品の形状が変更された。この時のライト周辺部品はレッツ2にも使用された。 AF50 は1993年に新しいセピアが発売された後も併売された。ニューセピアは1993年1月に発売された。標準モデルの他にフロントディスクブレーキを装備したセピア RS、スポーツタイプのセピアダブルゼータの3種類が同時にラインナップされた。セピアダブルゼータは最高出力が 自主規制上限値の 7.2PS となり、パワー競争の火付け役となった。1994年には3000台限定で、ラッキーストライクカラーのセピアダブルゼータが販売された。2000年に発売された、後継機種のダブルゼータでは、セピアの名前が外された。当時、ハイアップがアドレスの買いモデルであったが、ハイアップのシートしたスペースはヘルメットが入らない。 小物入れであった。鈴木二輪車社名の由来。鈴木株式会社。2021年9月13日閲覧。鈴木セピア発売当時のカタログはバイクより、イモリミユキを知ってた。青春型録。第7回。元チャンプチャンネル。2021年9月13日閲覧。平成の原付き。鈴木の平成を代表する。メットイン原付きスクルーター。セピア。 バイクのニュース。2021年9月13日閲覧。ありがとうございます。